皆さん、こんにちは。人々の心に残る多くの楽曲を世に送り出した村下孝蔵さん。不正室のシンガーソングライターと言っても過言ではないかもしれません。初恋、踊り子、ロマンスカーといった名曲で知られる村下孝蔵さんは、実家が経営する映画館の事務所にあるレコードを姉と聴き漁るなど、幼少期から多くの音楽に触れていたそうです。熊本県で映画館を経営する両親のもとに生まれた村下孝蔵さん。かつては7軒もの映画館を経営する資産家だったそうです。映画館で日劇ウエスタンカーニバルの映像を見て、休憩時間にかけるためのレコードを聴き漁る日々を送っていた村下孝蔵さん。中学生の頃にエレキの若大将を見たことでエレキギターに憧れるようになったのだそうです。村下孝蔵さんと音楽の出会いには、家庭が映画館を経営したことが大きく関係していたことがわかります。村下孝蔵さんが歌手を夢見るようになったのは必然と言えるかもしれません。村下孝蔵さんが初めに夢中になったのはロカビリーでした。次にエレキギターに興味を持ち、両親にせがむも、不良になるからと買ってもらえなかったと言います。そこで仕方なくラワン材でギターを自作して練習していたそうです。音楽だけでなく水泳も得意だった村下孝蔵さんは、特待生として鎮西高等学校に進学しました。高校卒業後は実業団で水泳を続けるも、記録が伸び悩んだことで退社してしまいます。その後、広島に移った村下孝蔵さんは1972年に日本デザイナー学院広島校に入学しました。この頃から平和記念公園でギターを弾き、曲作りをするなど音楽活動を始めます。村下孝蔵さんがエレキギターからフォークギターに変えたのはちょうどこの時でした。当時の広島では吉田拓郎さんを真似てフォークギターを弾く人ばかりでした。そのためエレキギターだと友人ができないためにフォークギターに持ち替えたそうです。日本デザイナー学院を卒業した村下孝蔵さんはヤマハ広島店に就職しました。ピアノの調律師として勤務しながら、アルバイトとして弾き語りをするなど音楽活動を続けます。そんな村下孝蔵さんの人生の転機となったのが1979年でした。知り合いのライブハウス店主に勧められて CBS ソニーのオーディションに参加すると、見事合格したのです。翌年の1980年に月明かりでメジャーデビューを果たします。デビュー後も地道な音楽活動を続けたことで徐々に人気が出てきた村下孝蔵さんの人気を決定づけたのが5曲目の初恋でした。自身の初恋の思い出が元となった同曲でオリコンチャート3位にランクインし、50万枚もの売り上げを記録する大ヒットとなりました。名実ともに日本を代表するシンガーソングライターの仲間入りをすることとなりました。多くの人が天才と評価する村下孝蔵さんですが、天才と言われるゆえんは歌詞の素晴らしさと、見た目からは想像がつかない美声に安定した音程などが挙げられると思います。幼少期にベンチャーズに憧れ、手作りのギターでテクニックを磨いた村下孝蔵さん。そのテクニックは群を抜いていて、神業と絶賛されるほどでした。レコーディングではギターを演奏する機会はあまりなかったそうですが、ライブではその腕前を惜しみなく披露していました。ライブの定番となっていたのが一人ベンチャーズです。村下孝蔵さんの一人ベンチャーズは同じくシンガーソングライターのさだまさしさんも絶賛していたそうです。ふくよかな体型と優しい笑顔で良い人というイメージですが、人は見た目では判断できないと言いますが、村下孝蔵さんの性格はどうだったのでしょうか。調べてみると、特にファンには丁寧に接する方だったようです。子供連れでライブに訪れたファンを気遣う、出待ちのファン全員と握手をしていたなど、村下孝蔵さんがファンを大切にしていたことがわかるエピソードがいくつかありました。その一方で繊細で人前に出るのが少し苦手というところもあったそうです。村下孝蔵さんは繊細だからこそ人の心に突き刺さるような歌詞が書けたのかもしれません。村下孝蔵さんが初めて結婚したのは1979年の年末です。一人目の結婚相手の女性は日本画家船田珠樹さんの娘である優子さんでした。二人の出会いは1978年のことで、村下孝蔵さんが弾き語りをするライブハウスを訪れた優子さんが、演奏技術の高さと美しい歌声の虜になってしまったそうです。ピアノの講師をしていたという優子さんは、きっと村下孝蔵さんの素晴らしさを人並み以上に感じ取ったのでしょう。村下孝蔵さんは優子さんと結婚した翌年にデビュー曲をリリースしています。
1982年には妻の名をタイトルにした優子という楽曲も発表しています。優子は初恋と比べると知名度は劣っていると言えるでしょう。ですが7ヶ月半もの間チャートにランクインするなどロングヒットを記録した楽曲です。妻の名前を楽曲のタイトルにするなど夫婦仲は良好だった村下幸三さんと優子さんでしたが、1985年に離婚してしまっています。なお現在の優子さんはアコーディオン奏者、絵本作家として活躍されているようです。不遇の時期を支えてくれた妻と人気絶頂期に離婚した村下幸三さんの気になる離婚の原因には2つの説があります。まず1つは初恋の大ヒットにより多額の収入が入るようになったことで妻が遊び歩くようになったという説。もう1つが村下幸三さんの両親が急に家に来て元妻を追い出したという説です。ちなみに前者は村下幸三さん側の言い分で、後者は元妻側の言い分です。互いに自分に離婚の原因があるとは思わせたくない様子が伝わってきます。一体どちらが本当なのか、真実を知るのは本人たちのみです。詳しい時期は不明ですが、その後再婚しています。妻は一般人なのか詳細な情報は見つかりませんでした。唯一分かったのが名前だけで、再婚した妻の名前は優子さんと言います。村下さんが逝去される1999年まで寄り添うこととなります。村下幸三さんには前妻の優子さんとの間に女の子が一人生まれています。娘は1980年生まれで名前はさやかさん。現在はロナという名義でシンガーソングライター、マトリョーシカの絵付け作家として活動中です。ロナさんはアコーディオン奏者として活動する母と二人でコンサートを開くこともあるようです。当初は村下幸三さんの元妻、娘であることを明かしていなかった二人ですが、今は元妻、娘であることを公表するだけでなく、村下幸三さんの楽曲をカバーした CD をリリースしています。また、コンサートで演奏することもあるようです。離婚はしてしまいましたが、村下幸三さんの才能を誰よりも知っている元妻と娘さんですから、今後も村下幸三さんの歌の素晴らしさを広め続けていくことでしょう。ちなみに、5歳の優子さんとの間にも一人、娘さんがいます。1999年6月24日に46歳という若さで亡くなった村下幸三さん。その死因は脳出血でした。村下幸三さんはコンサートのリハーサル中に体調不良を訴え、自分の足で病院に向かったのが6月20日で、それから4日後に亡くなってしまいました。あまりにも急だった村下幸三さんの死に、多くの人がその事実を受け止めることができなかったことでしょう。6月26日に行われた葬儀では出棺の際に村下幸三さんが最も気に入っていた曲「ロマンスカー」が流されたそうです。同年7月3日に渋谷公会堂でお別れ会、8月8日には広島で音楽葬が営まれました。最後まで音楽を愛し続けた村下幸三さん、初恋に代表される名曲の数々とともに今後も人々の心に生き続けていくことでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。